対戦相手の方が見つかりました。これは完全なるミラーですが、相手は知らないだろ、こっちが。いろいろ小細工をしていることを知らないはず。なので、そこのアドをうまく取っていきたい。なので、ボルトとランドは出していきたいな。相手からしたら、まず、ランドがスカークなのか分かんないから、まずランドから入るでしょ。まあ、威嚇でバレるのは、相手がランドを、まあ、ランド出してきた場合は、多分同速と考える可能性が高いので、そこはいいんですよ。で、ランド。ボルトはまあ刺さってないけど、一応1個利点があって、こだわってないので、例えば10万読みでリヒレ投げた時に、次メザ氷で、違う違う、リヒレに対して10万あった時に、相手がボルトとかランドで受けてきた時に、メザ氷で切り返せるっていう利点があるんですよ。そこはいい。これいくとリザード重たいんだよな。本当はこれでいきたいんだけど。リヒレあたり出すか、それかハッサムやめてリザード、いや、ハッサム出した方がいいだろうな。うちのパーティーラティオス結構重たいんですよ。だから出した方がいいと思う。やってみるか。これちょっとリザード重たいっちゃ重たいけど、絶対に無理ってレビューではないので。ほい、はい、よろしくお願いします。初手ラティオスから来てくんないかな。その時ランドロスでドヤ顔でぶっ倒してやりて、ボルトか。 これは美味しくないですね。学園はここではバレないんですが、電気技とか押してくると結構きついな、ここ。まあ相手からしたらこっちのランド直近に見えるだろうから、メザ氷は何だろう、メザ氷を食らっても耐えるって前提で動くことを想定すると思うので、高校トンボとかを警戒すると思うんですよね。このターン素直に来ると思うんだけど、どうでしょうか。引いてきた。しかもスカーフじゃねえし、相手。リヒレカーまでリヒレやったらいいわ。相手スカーフじゃねえぞ。ちょっと待って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 。待てよ。これ相手もあれか、僕と同じことをしてる、もしかして。並びは一緒だけど、中身は違うあれですか、もしや。おい、ズルだぞ、それ。やめろ、マジで。いや、そうだよな。ランドより遅いスカーフボルトなんかいないもんな。うん、スカーフランドより遅いスカーフボルトって、それもう。スカーフ持ってる意味ないから、絶対と電気 Z とかでしょ。動揺しすぎてカミッカミになったわ。挑発、オッケーオッケー。で、トンボ返り。相手はということは、これ研磨につまえたらまずいパターン。裏がリザードンじゃない可能性がまあまあ高い。で、僕はボルトロス。さあ、ここで見せてやりたいですね、相手に。こっちのボルトがこだわってないということ。ここは10万ボルト、こっち内訳できるんで、ね、とりあえずは対面に通る技を押せばいいんですよ。スカーフ前提で考えれば別ですが、まあ、相手戦にボルト見えてるんでね、ここでボルト読みのメザ氷を打つ読みの突っ張りとかはありえなくはないですね。さあ、考えろ考えろ。まあ、僕はドツボにはまりそうになりましたが、一応まあ戦況はそんなに不利じゃない、有利でもないけど、まあ、互角ぐらいですよ、今のところ。3匹僕が割れてますが、ボルトリケイであればうちの戦術そんな悪くないので、戦術的には普通。ラスト次第だけどな、でもハッサムに対してノータイムリザードンバックしてこなかったから、1万通る、オッケー。これはこっちがこだわってると思ったんでしょうね。いいダメージ。しかも木の実か。自然の怒り、はい。さあ、行くぞ、ここで。スカーフ読みやがれ、メザ氷。スカーフ読んできやがれ。まあ、相手からしたらここだよな、分かってんぞ。誰だ、これ。誰？ラティオス、あ、オッケー、ラティオスでメザ氷正解。オッケーオッケー、これだいぶ有利なはずだな。これはハッサミミのメザ炎だけまずいんで、突っ張ってもいいかもしんない。メザパでハッサ最近ねか、ハッサミ来るんだったらいいよ。グランドから入ってのトンボ返りですよね。
カスタムから入ろうかなと思ったけど、このラジオさんがうちだけできないとも言い切れないので、これでいいはず。でトンボ返り、最終的に雪崩でこだわればいいかな。 S カっていうのは分かったから、まあ高速8の可能性がゼロではないですが、ラティオス切ってくんじゃないかな。もうハッスの何もかもきついでしょ相手は。これスカーフバレちゃうんでね、そこがちょっと嫌なところですが、高速移動だけ少々まずいな。高速移動電気ゼットが引いてきたか、偉いですね。あ、ボルトに引いてくんのここ、それはいいけどな。でハッサム、あー電気ゼットミランドやりたいけど読まれそうっちゃ読まれそうなので、トンボにしとくか。なだれはずの、あー Z だったか、多分ギリ耐えると思うんだけど耐えないのか。急所あれ耐えなかったっけ、ボルトの10万 Z ってカスタムだから、まあしゃあないな、有効な気が一応しますが、ハッサムは来週1でも残ってはバレパンで仕事ができたんで、試合を決めに行くポケモンに使えたんですが、もう仕方がない、何とでも無限にひるませるしかないです。一応相手のポケモン全部より速いはずなので、イワナダでとりあえずボルトは突破、これ落ちますね。あーただな、ラティにもレキエにも、まあ、レキエの技は一発耐えるかもしれないけど、ラティの技はおそらく一発耐えられないので、ひるませるか急所がないときついと思う。これラティオスだな、名前すげえな、かっこいい、何これ何て読むの、読み方が分かんねえ、イワナダレで切りませてくれ、それか落とせ、落とせ、気合で落とせ、切りむか、何か、かわせかわせかわせ、くっそ、これもろにハッサムの差で負けてんじゃねえか。まあしゃあねえな、対戦ありがとうございました、耐えないよね。対戦ありがとうございました。対戦相手の方が見つかりました。お相手のパーティーがリザカバ、ガッサ、月光ガミ、メッケ、ガルーラということで、まあボルト先発でいいかな、ボルトレヒレまでが確定でラストって感じですね。ランドからでもいいけどな、ランドから入るのはありっちゃありか、いやランドでヒデボルトって相手のミミッキーで積みかねないからあんま良くないか。ボルトでヒデハッサムかな、初手ガルーラから来た場合に一方的に倒せるという強みがあるんで、ほい、では対戦よろしくお願いします。今のところ2勝2敗であんまり戦績がよろしくないからな、ここらで一発決めてきて、初手ガルダだったらまあまあ美味しい、ボルトロスから入る、キナコ、誰だ、ガッサー、キノコじゃんそれ。一文字間違えてんぞ、まあ、ボールチェンで、種マシンが打ってきたらクソ強いけどな、ここでまあ安定卓は完封でしょうね、相手側の安定卓は。初手からめっちゃ考えるじゃん、大丈夫か。ボルチェンを止めたいのかな、まあ、ここボルチェンでたすき潰されるの見えてるもん、相手からしたらボルチェンが奉仕のだったらまあガンプだと思うけど、一応だけど投資の可能性もあるんで、リヒエかな。ガンプだけだったら一旦ハッサム出せばいいんですけどね。種マシンがあったらクソ強い、マジで強い。ガンプはまあまあそうだね、安定タックルは。ではガス相手に全部見せることになっちゃいますが、とりあえずここはハッサム。リヒレがいないとリザードの X 殴り合いないので、ここは一旦ハッサンでよくて、ここ奉仕の可能性一応ありますね、ボルト読みで垂れマシンガンが一番あるけど、今のところ一応だけど、ここで奉仕は僕が打てないと僕側が思ってボルトに行く可能性もあったんで、それ読みの奉仕っていうのはたまーに打たれますね。まあ垂れマシンガンでも奉仕でもハッサンの負担はそんな変わんないけどね。でトンボ返りで安全にまたボルトを展開できると、
まあ30見せちゃいましたが、展開としては悪くない。ここでもう一回有利対面がつけるはずなので、僕側は展開はそんな悪くないですね。相手メガ枠がどっちかちょっといまいちわからんな。リザ・ワイの場合はな、アイスノーみたいにボルトガスカーフだからって言って誘致をしてた。え、突っ張ってきた。まあいいけど、ガンプルかってことは、ガンプルあたりか、それがなんかやってくるのか。マッハパンチ、あーちょっとも気づいたかったのかな。ここは10万にしときますかね。カバードンバックっては多分ないよな。ここでマハパンチ削り優先、まあ、あいつ、ガッサは倒しましたが、展開的にはまあ良くも悪くもって感じ。急所その急所いらんけど、ガルダが来ると猫魂がまあまあ痛いからな。そこですよね。ザードンから来た時もちょっとどうするか悩ましいけど、ガルーラー、はい、不意打ちだとちょいまずいのか。猫魂は耐えると思うけど、猫不意だと殺されて負けるかもしれない。ここ通ればクソでかいんで、全力無双撃ですけどね。こうグローパンチとかもありえなくないからな。やっぱ読まれないですね、この、まあ、今、まあ、ここもしかしたら猫魂押して一回引く気なのかもしれないけど、こっちの格闘 Z があんま読まれてない気はするから、この作戦はちょっとレートでも使えるかもしれないな。結構僕のパーティー肩割れしてるんで、ボルトってあのスカーフ以外にもいっぱい型あるんですけど、スカーフ一点することがまあまあ多いんですよね。なんですがここにこの格闘 Z 合わせることでドヤ顔できるので、これはありかもしれん。 OK 吹き飛べまたまた決まってしまった。でガリーラを粉砕していく。オッケー、ラストが誰であれまあまあ有利ですね。リザードいないのは確定してるんで、まあ月光がね、型によっては負けるからまずい型によってなんですよ、もちろん型によってなんだけど、負けるからまずいですね。ミニキか、ミニキだったらまあ大体有利かな。剣舞は積まれちゃいますが、10万ボルトでいいよね。10万できれば2回当てたいとこだな。10万2回とパネパネ倒したいから、できればここは2回、落ちんのかな、これ鍵打ちで。剣舞鍵打ち落ちなかったらほぼ勝ちなんですけどね。はい、バケルの顔を吐いていく。でも相手がしたら剣舞以外しか勝ち目がないか、ここ。じゃあ、あれ、普通に来たか。次の鍵打ち耐えてくんないかな、10万ボルトで。鍵打ち、ほい。それ落ちますね。でリヒレから入ってちょっと削ったそのバルパンで仕留める感じかな。ほぼ負けない。ハッサムが鍵打ちで落ちるってありえないよな。だから108だから6回積まれたら分かんないけど、6回積むのは無理でしょ。僕ムーンホース打った後に挑発するんで、6回積むっていうか、まあ3回研磨は無理ですね。降参敗退戦ありがとうございました。